前回のあらすじ。というわけで、キッチンの外部シンクとか作りましたよね。あれの続編です。とりあえず一旦スライドアウト編からあらすじを追ってます。今日は最後にポップアップルーフとか、スライドアウトの開く瞬間をお見せしたいと思います。で、そうそう、予備券通ったんですよ。先通してきました。で、トレーラーは広いがゆえに、キッチンの加工者構造要件がめっちゃ難しいということを、今日は動画の最後にお知らせしたいと、明日ですね。明日じゃないわ。次回の動画でお知らせしたいと思います。今回は車検行って、通りましたよ、ということですね。で、最後に、ルーフアップとか、あの辺をしていこうかなと思います。いやー、実はもう、コミュニティの方でも書いたんですけど、最大積載量が200キロ取れたということでね、普通だったら絶対取れないんですけどね。だって僕のフルトレーラーでも、あのフルトレーラーの床ベースの滑走だけで最大積載量250キロということでね、50キロを減損されてますからね。あの最大積載量は50キロ刻みなんで、まあ、それ以下でもそれ以上でも、未満であったら、その手前の重量になるんですよ。だから230キロだと250キロになるみたいな、200キロになるみたいな、そんなイメージですね。いや、今回はね、特装車アルミフレーム仕様 なんで、まあ、そんだけ軽くできたということで、最後はびっくりの箱の重量を発表したいと思います。びっくりしますよ、本当に。いや、昔、世界一軽いキャンピングトレーラーを作りたいって作ってたじゃないですか。で、それが夢が叶わなくなっちゃって、いつかこれ絶対達成したいなという思いだけは残ってたんですよ。それを、予算度外視でこのトレーラーで実験したら見事大成功したって感じですね。いや、キャンピングトレーラーもキッチントレーラーもそんなに内装そこまでは大きく変わらないんで、いや、これキャンピング登録ももう楽々できるなというようなイメージです。というわけで外板をつけてミニシンクを作ってます。いや、可愛いんですよ、これが。めっちゃ可愛いです。で、コーキングしましたよね。ここ、甘じまいしとかないと、後ろに水がバタバタこぼれますからね。で、こんな感じで、シンクのいざまは完成。このフィルムは、傷つかないようなフィルムなんで、最後に剥がします。で、ステンレスシンクということで、こんな感じですね。というわけで、どうぞ。あ、チャンネル登録もお願いします。さあ、シンクできましたよ。こんな感じでミニシンク12リッターが2つでええ感じです。車検通ったぞ。通りましたよ。キッチンカー登録、まあ予備検査なんで鍵なんで切ってます。どうもこんにちは。はい、というわけで加工車バンフルトレーラーほとんど完成しました。完成したんですけど、もうすでに予備券は取りました。では紹介していきます。はい、というかで、こんな感じで、
車体がなってますね。でまだ予備券の予備券だったんで、まだナンバープレートは仮ナンバーついてます。はい、ということでこれが三角ですね。これがポップアップルームで全天候型ということで、雨が侵入しないように外反も全て、囲ってます。では開けたいと思います。そうそう、こっち側はもう真っ平らなんで映すのでもないかなと思ってほどほどです。で一応最大積載量は200キロ取れました。よっしゃ、じゃあ開けてみる。ここのキャッチは鍵付きなんで、バタバタしないように鍵をつけてます。でこれをこのまま上に上げるだけで、めっちゃ軽いんで指1本だから。はい、こんな感じで、これ今天井がこんな感じになってるんですけど、次にスライドアウトを引っ張ります。ここにもロックがあります。はい、こんな感じでスライドアウトも開けます。まあ、全体的にはこんな感じですね。ルーフがついてスライドアウトをして、で車内から入っていくって感じです。でこれをこんな感じで、でまだちょっと車検用にしてるんで、こんな感じなんですが、まあ、明日から仕上げに入っていこうかなというふうに思ってます。あとまだここに隙間があるんですけど、最後の化粧パネルを入れてないんですよ。だから隙間空いてるんですけど、実際はここはなくなりますね。でダンパーで、ここが提供棚、ちょっとガラス汚れてるんですけど、まあこれをこのままロックして畳めるって感じですね。こんな感じです。はい、それでは閉じたいと思います。閉じるのも実際女の子でも楽々に引いて閉じられるんで、もうめっちゃ楽です。その前にスライドアウト。スライドアウトを閉じたんで、今からルーフを下ろします。こんな感じでめちゃめちゃ軽く上げ下げができるように変身しました。はい、で、今回のトレーラーなんですが、重量が270キロということで、ベーストレーラーの、もともとこれに使ってたベース車が130キロなんですよ。あ、140キロなんですよ。で、270キロなんで、130キロ増量してるんですけど、実は水が80リッタータンク積んであった状態で通しているので、実際減算すると、130キロから80キロ引いたぐらいなんで、この箱の重さ自体は60キロいってないぐらいの軽量、超軽量に作りました。なので最大積載量は200キロということで、なかなかすごいと思います。今度は、まあ、ルーフの機構とかいろいろ使ってこんだけ軽量にできたっていうのは、なかなかすごいんじゃないかなと思います。さあ、というわけでまだもう一台あるんで、これからも頑張っていきます。というわけで今日はトレーラーの紹介でした。
あ、ちなみに、加工車バンフルトレーラーというのは、キッチンカーとかに使う車材ですね。で、ドアの大きさとか床面積のとか結構うるさくて、一回落ちちゃったんですけど、まあほぼほぼストレートっていうようなイメージですね。まあ、というわけでまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。